畑の一角にね、1000平米ぐらいひまわりを植えてるんだけれどもね、ようやっと咲いて可愛いんだけれどもね、これは販売用とか景観用に植えてるわけじゃなくて、これは土作りのためにひまわりを栽培してるのね。で、それが何にいいのか、何のためにやってるのかっていうお話を今回したいと思います。で、ひまわりの一番特徴的なことっていうと、ひまわりの根っこに、アーバスキュラー菌根菌っていうやつが寄生しやすいっていうか、共生しやすいっていうのかな、つきやすいっていうことがあって、この菌ね、菌根菌ね、菌の根っこの菌、ね、菌根菌、これを増やすために、アーバスキュラーねを増やすために植えてるっていうのがあるのね。これ何なのかっていうと、このアーバスキュラー菌根菌はね、単体では生きられないんだけれども、植物の根っこに共生して一緒にいて、植物から光合成してね、肥で光合成してその栄養をもらって、でそいつらは土の中のリン酸を集めて植物に与えてくれる、そういうね、なんだろうね、こうなんだろう、ウィンウィンな関係よ。植物から、自分は栄養をもらい、菌根菌は、アーバスキュラー菌根菌は栄養をもらい、でそのアーバスキュラーは土の中のリン酸を集めて、植物に与えてくれる。でその一番育ちやすいのが、寄生しやすい、共生しやすいのがひまわりっていうことで、そいつらを増やすためにこれを植えているっていう話なのね。うん、でもともとリン酸っていうのは植物が利用しにくい形で存在しているらしくて、そのアーバスキュラーが利用しやすい形で下球体状態っていうのだったかな、それで集めて植物に持ってきてくれると、そういうのを増やすためにこいつらがすごく役に立つとね。だから俺もね、アーバスキュラー菌根菌の名前はね忘れてた、正直。なんかでもひまわりがリン酸を吸収しやすくしてくれる、しやすい環境を作ってくれるっていうことは覚えてたので、で今回動画を撮る時に改めて勉強したら、そのアーバスキュラー菌根菌が、こいつらに共生しやすく増えて、で土 の, あの根っこよりも細いの、 0.01mm だったかな、ちょっとスマホ見れば分かるんだけども、まあ、とりあえずそれは補足しとくとしてね、テロップで。でそれが細かく土の細かいところまで菌糸を伸ばして、そこからリン酸を集めてきてくれる、それで成長しやすくなると、それが増えることによって、あとね、他の作物を植えてもリン酸を吸収しやすい土壌になっているっていうことで、ひまわりが緑肥としていいっていう話なのね。ひまわりの最大の特徴はそのアーバスキュラーが増えることで、もう一つ、このなんだっけ、トウモロコシじゃなくてひまわりよ、ひまわり、ね、トウモロコシの栽培今やってきたから間違ったんだけども、ひまわりの根っこっていうのは直根性で結構深く入っていくらしいのね。でそれは何がいいかっていうと、栽培をしていればね、トラクターが入ったりとか、まあ肥料とかで、ね、そういうのが溜まって交番層っていう硬い層ができるわけさ、ね、その硬い層を砕いてあげることによって土が良くなり、通気性が良くなり、根伸びが良くなりっていうことが期待できるわけさ。それを人間の力で砕くこともできるんだけども、そうじゃなくて植物の力を使って、こいつの直根性によって、まあさっき言い間違えたトウモロコシも直根性なんだけども、その根の力によって土を物理的に良くしようっていうことが狙えるのね、直根性だから。その目的でもひまわりっていうのはいいよっていうことなのね。だからそのひまわりの根っこが伸びたところをね、まあ根は残るじゃん、どうしたって。耕しても深いところまでは耕せないね、15センチ20センチぐらいかな、トラクターで耕したとしても。だその下の方の根っこっていうのは残るわけだ。その残った根っこは、腐敗して分解されて、そこが隙間として残って、そこの隙間に水はけが悪いところは水はけが良くなるし、空気が通るしっていう状況ができていくんで、土の物理性改善、空気の酸素の供給状態も良くなるっていうことを狙っているということで、すごくいいやつなのね。でまたね、まあ分かると思うんだけど、俺身長182センチあるんだけども、で今同じとこに立ってるんだけども、顎のとこだから、まあ、150センチぐらいあるわけだ。大きくなるやつはもっと大きくなるんだけれどもね、これだけ大きくなるってことは有機物も多いわけだ。でこれを買って枯らして突き込むことによって、有機物補給にもすんごい効果的ね。こんだけ大きい植物だから、有機物大量に、遠くにね、あの木とかも見えるんだけれども、その落ち葉を持ってきたりとか、
草を買って持ってきたりっていう労力がいらないわけさ。ここで栽培して、でここで枯らしてしまえば有機物補給すごく集めて持ってくるのはすごく楽になるんで、持ってくる手間がなくなるからすごく楽になるんで、そういう意味ではやっぱり緑肥栽培っていうのは土を作る上ですごく効率的だなとね。だからアーバスキュラー菌、根菌を増やしてくれて、リン酸を使いやすいっていうか植物が得やすい状況を作ってくれる。で直根性で高板層、硬い層を砕いてくれる、穴を開けてくれる、そして有機物の補給になるっていう、結構すごいやつなんだよ。ひまわりってさ、ただただ可愛いねってめでるんじゃなくて、めでるだけじゃなくて、まあ、めでてもいいのよ、あのね、緑肥だからってめでちゃダメってわけじゃないんだけどもね、すごく可愛いしね、うん、でそれでいいんだけど、さらにそういうすごい力を持ってると、植物が使いづらいリン酸を、ね、使いやすくしてくれて、鉱板を砕いてくれて、有機物になってくれて、すごいいい緑肥だからおすすめではある。だから例えば栽培を連続でやっててさ、手が回らない年とかもあったりするし、この土地は休ませよう、土が弱いなと思ったらひまわりを植えてみるっていうのもありだと思うんで、使ってみてほしいなと。で注意点としてね、本当にね、他の人がやってて失敗したこと、これだけは注意してほしいのは、花咲いて、まあめでたらね、可愛いからいいんだけども、終わったら切ってください。本当に、まあ、種取るように解くのはいいんだけども、これそのまんまね、全部咲かせて、後ろにもあるんだけどもね、全部咲かせて種ついて、そのまま下に落ちて耕してごらん。ものすごい量のひまわり出てくるから、それでさ、ひまわりが雑草になっちゃうのさ。ほんとそれでね、あの一回借りた畑ね、ここの近くなんだけども、あのひまわりを何年も植えてお花の栽培してた場所だったのね、そこを使ってみたのね。そしたらどん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 ひまわりが生えてきて、ひまわりを抜く作業で大変な思いしたことあるから、緑肥で使うときは種取り用で何本か残しておいていいけれども、それ以外は花が終わったら切って、除去してください。あの種が熟す前だったら土に戻してもいいからね、とにかく必要以上の種はつけさせないっていうこと、それだけは気をつけてください。毎年ここにひまわりが生えてほしいっていうんであればそれでいいんだけれどもね、そうじゃないじゃん。やっぱ作物を植えていいものを取りたいっていう目的があって、緑肥としてひまわりを使ってるね、そういうわけなんだから、ひまわりばっかり生えてもらっちゃね困るし、雑草化してしまえばそのね、ひまわりを抜く手間がねすごくかかっちゃって大変なんで、そこだけは気をつけてみてほしいなと思います。もしくは畑の周りにね、ひまわり植えてみるとか、ちょこっと離してみてさ、植えてみるとか、そうしたら土も良くなっていくし、終わった後はそのなんだ、この 木ね、葉っぱとかを細かく切って堆肥にして入れたり、そのまま入れてもいいしっていう使い方もできるんで、ぜひね、こう土の水はけが悪いなっていうところとか、リン酸不足の症状が出てるなっていう畑があったら、ひまわりを緑肥として使ってみることを一つ検討してみてほしいなと思います。